アンヘル・ビクトル・トーレス・ペレスは、スペイン・ラスパルマス県、アルーカス出身の政治家、スペイン社会労働党所属、2019年から、カナリア諸島州首相を務めている。1966年3月30日に、カナリア諸島のラスパルマス県アルーカスに生まれた、ララグーナ大学で、言語学の学位を取得した。1991年には、 言語と文学の高校教員となった。1999年にはスペイン、社会労働党から出馬して、アルーカス市議会議員となり、2003年にはアルーカス市議会議員に再選された上で、アルーカス市長に就任した。2007年にはアルーカス市長を退任した。2009年7月23日には、欧州議会議員に転身したフ、フアンフェルナンドロペス・アギラールの後任として、 スペイン会議員に就任した。2011年には再びアルーカス市長に就任した。2017年7月にはカナリア諸島社会党の党首となった。2019年5月26日に行われたカナリア諸島衆議会議員選挙でカナリア諸島社会党は10議席増の25議席を獲得して第一党となった。選挙後に行われた 州首相指名投票では新カナリア党、ポデモス、ゴメラ社会主義者党の指示も受け、2019年6月16日には、トーレスが州首相に就任した。カナリア連合が野党に転落するのは26年ぶりのことだった。ありがとうございます。